下道は、島根県、広島県など、中国地方に多く伝わる付き物。下道ともいい、下道、下道などとも表記される。山口や四国の一部にも伝承が見られる。下道の姿はイタチに似て、それよりも小さいといい、色はネズミ色ともまだらであるとも言う。島根県鹿の足郡日原町では、口の裂けたもぐらのようなもの、広島県三吉市では、 足の短い茶褐色の動物という。地域によっては、闘病と同じくヘビレーであるともいう。犬神や狐きツツと同じものという説もあり、山口県豊浦郡では、犬の音量を犬下道と呼んだほか、元禄時代の本町個人年収でも下道が犬神と同じものとして扱われている。う、う、ぐ、ぐと、カエルのような鳴き声を上げるという。 徳島県では王子した人間の怨霊と言われる。下道を持つ家系は下道を持ちと言われ、台所や納屋の下で小豆飯を餌として下道を飼い、その姿は飼い主の身に見えるという。他の月物筋と同様、特に短期間で裕福になった家庭は下道を持ちと噂される傾向があった。ある時に下道を持ちと言われる家から盗みを働いた者がいたが、 その者は精神に異常をきたし、あの家からゲドが噛みついてくるなどと言って、助けを求め、家の狭い場所へと逃げ込むようになった。家人が訪ねたところ、猫くらいの大きさの黒褐色のもの者が襲ってきたのだと言う。ゲドは一つの群れにつき75匹おり、ゲドを持ちの家に、娘が生まれるたびに、群れが一つ増え、その娘が嫁に行くと、 生まれた時増えた群れが一緒に突撃先についていくという。こうして下道を持ちと縁組をすると、自分の家も下道を持ちになってしまうため、他の付き物筋と同様に、そのような縁組はするべきではないとされていたという。また、下道は自分のいる家が繁栄している間は人につくことはないが、その家が衰退し始めると、人に付き、やがてその家は滅びてしまうという。三好宗山。 創産著文奇襲より、九き狐なお本来の下道とは、仏教を受け入れない教者を意味する仏教用語であり、これが転じて他人を罵倒する言葉に用いられたのであり、このことから、下道とは特定の獣ではなく、狐きや犬神きなど、も物全体を罵倒する言葉に過ぎないとの見方もある。宮城県では、九き狐のことを下道とも言う。ありがとうございます。